こんばんは。柔道クラブに乾杯。柔道 3.0 の酒井です。今日は、岐阜県の各務原市、各務原市柔道少年団様の稽古にお邪魔させております。現地にいらっしゃる松井先生、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いいたします。岐阜県各務原市柔道少年団の松井陽子と申します。お昼は綾子の部屋でもお世話になりました。松井です。今後ろでは子どもたちが回転練習、回転運動、ね、回転運動をしていきたい。ではここでまず私から各務原市柔道少年団の視点を簡単に紹介したいと思います。まず私自身もこの少年団少年団は50年以上の少年団。まず、4回、年中3から練習しています。は今ここの、ここ中学校の練習、柔道場なんですが、ここの柔道場と市内にもう一つ柔道場、中学校の柔道場を借りて練習をしています。なので週に2回ずつですね、1つの中学校で2回、もう1つのここの道場で2回練習をしています。はい、次行きます。時間は夜7時から8時半が子どもたち、年5歳から小学校6年生まで一緒に練習しています。8時半から9時半頃までは中学生から一般の方が、まあ、今はコロナでなかなか集まることができないので、大人の部は中止をしていますが、またできるようになると思います。で、この練習、大人の部、中学校から一般の部は、ここの柔道の OB、OG ももちろんですが、他の道場出身の方でも気軽に練習をしに行って練習することができるので、すごくここがお気に入りかなと思っております。この各務原市柔道少年団では週に1回一般の方の練習時間に型の練習、型の競技の練習を設けています。この方、今尾昌司先生って言うんですが、アジア柔道型選手権大会で優勝されている先生もいらっしゃいます。今日は残念ながらお見えになってはいないですが、この方にも型の指導をお願いします。さらに岐阜県とこのペア、この子、岩井くんと水谷くんっていうんですが、岐阜県で型の選手権大会があるんですが、なんと優勝、岐阜県で優勝、東海大会で3位入賞、全国大会にも出場した小学生がいます。さらにマスターズにも一般の部で出ており、型競技で優勝された花村先生、水谷先生のペアもおり、この道場の指導に当たっております。こんな感じで一般の部で、団体戦を組んで皆さんでマスターズに出た時の写真です。これは去年の福井の写真ですね。私からこの道場の魅力について簡単に説明します。この道場は少年の一斉健全育成はもちろん、中学生や高校生、大学生と学生時代に選手だった選手が保護者になっても戻ってこれる道場ということで、障害柔道という形のスタイルがあります。また今指導されているんですが、71歳で指導者資格を取得された方も見えて、ね、マスターズや日本ベテラン大会で障害柔道として皆さん楽しんでおります。
またこの道場には女子が非常に多いなって私は感じているのがいいですか。他にもクラブとして四季折々のイベント、クリスマス会だったりバレンタインにお菓子をチョコレートを配ったりとか、6年生を送る会にみんなで山登りも楽しみました。はい、では今から子どもたちに質問したいと思います。先生よろしいですか。じゃあこの道場のいいところは何ですか。この少年団のいいところはみんなが協力して楽しく練習していくことができるということです。はい、ありがとう。じゃあ次いくよ。じゃあもう一個同じ質問、この道場のいいところは何ですか、教えてくれると。はい、みんなが笑顔で柔道に取り組んでるところです。はい、ありがとう。じゃあ、この道場のいいところは何ですか、お願いする人。じゃあ、エスケ。はい、みんなが仲良く元気よくで稽古ができることです。はい、ありがとうございます。この道場のいいところは何ですか、やってくれると。じゃあ、はい、同じチームの友達と一緒に柔道ができるからです。はい、ありがとう。はい、じゃあちょっと質問変えようかな。じゃあ、好きな練習は何ですか、やってくれる人。はい、じゃあショー。一番楽しいのはランドリーです。なぜかというと、試合形式みたいにやれて、自分今日の練習でどこでができたかって、それが最後のランドリーで発揮できるかっていうのが楽しいです。発揮できたらそれが嬉しいです。はい、ありがとう。はい、じゃあまた同じ質問。この好きな練習は何ですか、答えてくれると。じゃあ、好きな練習は何ですか。打ち込みです。なぜかというと、入り方や崩し方などが練習できるからです。はい、ありがとう。いいの、答えなくていい。はい、じゃあ次、先生方に質問したいと思います。では小野田先生、はい、この各務原市柔道少年団の魅力や大切にしていることを教えてください。はい、この道場の魅力はですね、まあ、子どもたちもそうですが、我々指導員も非常に元気よく、子どもたちのことを思って、指導、また子どもたちも、強くなりたいという意思を持って練習に来ています。この道場としてはですね、みんなに感謝して柔道をやりなさいということを教えています。柔道はやはり一人ではできません。相手がおってこそ柔道です。またこの練習場に来るには、お父さんお母さんに送ってもらわないと、練習に来れません。その辺の、感謝というのを大事に練習しなさいと子どもたちには指導しております。ありがとうございました。あの先生に伺ってみたい。なん先生上ヶ原市柔道少年団の魅力や、していることを教えてください。はい、みんな仲良く、元気、己に勝つ柔道を貫き通して頑張ってほしいと思います。みんな、コロナに負けないように頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。はい、では次、保護者の方にも質問してみたいと思います。
人だと大人になってから柔道を始められたので、その点も含めて、はい、はい、ここの柔道の、いいところは、楽しく柔道ができるところです。先生方もたくさんついてくださりますので、子どもたち、いろんな子どもたちに目を向けて、柔道を教えていただけるので、みんな楽しく柔道ができると思います。で、私自身も子どもと同じ目線で、柔道を見たいなというのがあって、柔道をさせてほしいということで、始めさせていただいたんですけれども、全く初心者でしたけれども、先生方皆さん優しく受け入れてくださって教えてくださっているので、そんなところが非常にいい、柔道少年団じゃないかなと僕はずっと思いながら見ております。はい、はい、ありがとうございました。ではじゃあ大川先生今から、ですね、先ほどお話がありました指導者資格を71歳で取られた大川先生です。何か一言みんな、ここの子らは、自分だけよかったらいいという子どもたちがいないので、みんなで協力して一生懸命やってくれてます。そこは素晴らしい。ありがとうございました。さっきの子どもたちの質問の中に、好きな練習メニューは何ですかって聞いたんですが、ドッジボールが上がってこなかったのがなったなって私は思うんですけど、今はやはりコロナでなかなかできないんですけど、通常ですとドッジボール、畳の上でボールを3つぐらい使って、みんなでドッジボールをキャッキャいながらやってるのもすごく楽しいなっていうことです。はい。以上ですね。各務原柔道少年団の魅力は伝わりましたでしょうか。はい。じゃあみんなで。みんな柔道は楽しいですか？楽しいです。以上です。佐藤先生お願いします。松井先生、以上です。ありがとうございました。はい、なんか本当それぞれの方にすごく詳しく現地のレポートをしてくださり、素敵な雰囲気がすごく伝わってきました。もしよろしければ最後に見ている方に向けてですね、メッセージをいただけますでしょうか。はい、はい、そうですね、今世の中ではコロナ、新型コロナ感染症でなかなか柔道ができないと思うんですが、みんな前を向いて、みんなで力を合わせて、今我慢すればできるんだという強い気持ちでみんなで頑張っていきましょう。はい、以上です。はい、ありがとうございました。今日はですね、岐阜県の各務原市にある各務原市柔道少年団の稽古の方をお邪魔させていただきました。本当にこの稽古をされている姿が頼もしくてですね、お子さんがすごくしっかりされていて、すごくいいレポートしてくださいまして本当にありがとうございました。ではまた今後ともよろしくします。失礼します。はい、ありがとうございました。